はい、どうもゆたです。今回はですね、もう11月に入って今年もサーキットシーズンインということで、まあ、11月5日なんですけど、シーズンイン1本目は、筑波サーキットコース1000に来てます。で、インプ WRX ランエボエンジョイ走行会っていうね、もう2リッターターボのライバルたちがもう集まってる。人たちトップだと36秒台とか37秒38秒台でザラザラゴロゴロいるんで、そんな中にちょっと今日は揉まれに来たんですけど、まあ一応仕様変更もねかなりしてきたんで、ちょっとどんなもんかちょっと走ってみたいと思いますんで、はい、とりあえずちょっと走っていきます。VAB 乗って筑波のコース2000 1分1秒とかね出てるぐらい上手いプロのね、もちろん上手いんですけどプロなんで、ちょっといろいろアドバイスもらいたいと思います。はい、ナナイチャーレス今日1本目走行後ピックアップはこんな感じでつきます。で、結構やっぱ斜めに使うとアンダーがひどいんで、ちょっと気をつけようかなと思います。
さでね、奥の結構踏まないと効かないし、奥でガッて効く感じもなんか微妙なんだよね、フィーリングが。ちょっとね、だからヘアピンのブレーキとか突っ込むのがちょっとね怖さがある、なんか。はい、教えてくれるからね。そうね、どこが倒れたか。39秒7、それかな。あ、前回が青、はい、今回が赤。どこが違う？落としすぎた。落としすぎなのか。落としすぎかどうかはちょっと今。ブレーキは遅くなってんのに、旋回スピードが、ラインがでも一緒だな。使えたはず、はい、だからこれはちょっと落としすぎたかなっていう。なるほど、はい、ここはちょっとライン取りがちょっと苦しくなったのかな。ハンドル切り返したかなんかしたでしょ。なんかそこ曲がんなくなってて、アクセルを抜かないと曲がんなくなっちゃってる。あ、なんかグリップ多分、方向がまだ、ね、そのちゃんとこっちに曲がれてないのに、あ、アクセル踏んじゃって踏んでるから、あ、薄くなっちゃって、はいはい、今回傾斜さなくちゃいけないから、抵抗で遅くなっちゃって、はい、青の方がもうそこに来てるんですよ。あ、なるほど。だから R がきつくなっちゃって、はい、本当はハンドル戻しながらバッチ上げたいんだけど、はい、どうしてもここで切り出さないともう、はい、外に行っちゃうっていう状態になっちゃったから、はいはいはい、なので、ここは落ちる。なるほど。だから青のもうちょっと青みたいに走ればいいんですか。ダイナミックシャスで、はい、そのブレーキはだから少し戻しながらハンドルを切り出す、はいはい、足して10なので、はいはい、あ、ブレーキ全部使っちゃうと曲がらない、はいはい、ブレーキをガーッと上げたら緩めないと曲がらないので、はいはいはい、だんだん緩めていくと、そのここはもうちょっとその緩い、はい、こういうこういうゲットで最初はこうなんだけど、こういうゲット、もうちょっと縦のグリップを横に使えと、そうそうそう、横にだんだん逃がしていって、はいはい、でこの辺で一番その効果の状態を作り出す、はい、でそうするともうハンドル戻すだけになるので、はい、こういうことが起きてる、はいはい、なるほど、確かに。まあ、それはそういうことでこれが来た、はい、スピードが行けたけど、まあ、本来はそのブレーキに向けてステアリングにどんどん使ってる、はい、うん、なるほど、 G6 が違ったら、はい、でも、その
滑っちゃってて、あとは、やっぱギアが多分ちゃんとうまく入ってないから、多分、あれは少しもったいない。はい、ここは1回目はなんとなく回せよかったけど、今回はちゃんと段階にはできたけど、この加速はもうちょっとこっち側に持ってきたい。あ、手前からもっと加速、加速させるんだったら要はこの辺、もっと落としてもいいのかな。結構曲がるのきついぐらいなんで、ちょっとスピードがオーバー。そうそうそう。そうすると結局この山が奥に行っちゃうと、はい、その立ち上がりがもっと遅れる、はい。立ち上がりをこっからにしてる、はい。なのでこっちをもっと落として、はい、こっちをもっと落として、この辺を加速にしてここまでに減速する。はい、したぐらいかなと思って、全然平気だなと思ってたら、めちゃくちゃあのホームストレートであのマーシャルに黒旗ってやられて、あ、俺だと思って帰ってきました。リップが吹き飛びました。リップがありません。すごいバンパー傷ついちゃって、これ、あら、まあ、まあ元からだけどね、傷は確かそうだったの、そこんじゃいけなかった。そんな感じです。サビがね、ちょっとなんでちょっと落としたぐらいで全然いけるかなと思ったらこんなになってました。だから多分当たりどこじゃない。そうっすね、ちょうど多分悪いところに、ちょっとはみ出たぐらいだと思った。だいぶいっちゃいました。あら、結構意外とえいひれみたいになっちゃってこれ。俺やらかした。練習しろよ。練習しろよ。記憶にもさせ、やったでしょ、やってみ、僕やりました。プロだから直線でダウンボス引いて、ちゃんとやってたから、もしかして直線でダウンボス引いちゃう。パワーもアップする。これはどこで落としたの。2部屋の立ち上がり、2部屋の立ち上がり、外側、ちょっと外落とすとかあるじゃないですか、うん、右側がこう、あそこね、俺ホイール歪ました。あ、本当ですか。うーんって外行って、そのまま踏めーと思って踏んでるドーンって、あそこはね、もう外飛び出したら踏んじゃなくなる。いやー、まあ、頑張った結果ね。そうっすね、そのぐらいね、まあ、やらないと。逆にずっとイケイケになるとこれだけじゃ済まないから。まあこれだけで全然良かったです。これだけで。つばつきだよね、俺ら。継承っすね。コメントけど。二番手、では、YouTuber。伊藤さん。はい。大丈夫ですか？リップ割ってますけど。
やっちゃいました。だけどお金で解決できるものは全部金で解決すれば大丈夫なんで、39秒5が登録なんですけど、今日テストは39秒3です。3、あ、テスト可能性な、こんなもんじゃ満足しないもんね。いや本当は8位行きたかったんですけど、8位大丈夫です、全然大丈夫。次のこのスーパーロックで全てをそこに飲んでタービンで340馬力で高い車高調が入ってますもんね、はい、頑張ってください、はい、エゴが怖いけど頑張ります。嘘ばっかりですね頑張ってください。ちょっとねスーパーラップやるんですけど、最終コーナーがやっぱりどうしても苦手っぽいんで、で今日1回も3速で立ち上がったことないんですけど、ちょっと3速で1回やってみようかなと。でスーパーラップ3周しかないんで、1、2周温めて温めて、もう最後一発狙いでバッチリ決めて、とりあえずこの気温なんで39秒台入ればいいかなっていう感じで思ってます。行ってきます。39秒383ということで、
優勝の方から、今回ちょっとインタビューということで、一応おめでとうございます。ありがとうございます。今日のタイムは納得してないです。ちゃんと納得してないですね。どうしちゃったの？いや、ちょっと仕様結構言い訳いいですか？結構YouTube で言い訳するのはいくらですか？結構仕様変更が大幅だったんで、久々だったんで、ちょっと壁が起きた。壁が起きた。だからみんな続けるんだよ。いいこと言ったでしょ？ここしか盛り上がってねえんだよ。頼むよ、みんな。ということで、あとで集合写真あのやるんで、はい、カメラの経験は、ね、じゃあカメラそっちでやるんで、撮ったら箱をもらってください。はい、次。はい、ちょっとね、今日一日終わって、結局ね、1ヒート目の39秒3がベストですよ。ちょっと気温が本当に言い訳です。伸びなかった、きつい。で、一応ね、全体のリザルトだと8番手です。まあ、ものすごい速いね、エボ、インプ、37秒、38秒いる中で、まあ、80代ぐらいいたのか、70代ぐらいで、まあ8番手です。まあダブルアレックスでもね、とりあえずの枠では優勝できたんで良かったんですけど、まあ個人的にタイムは全く満足してないんで、ただまあ仕様変更後の初めてのサーキットで、まあいろいろ車の動きに戸惑うこともあったんですけど、まあその中でもまあ次回につなげるいい収穫ではあったんで、まあね、今回はちょっと走れて良かったなと思ってます。次は日光なんで、ちょっと皆さんお楽しみに、次はご覧ください。以上です。